はい。
なんだ、なんだ、どうしたんだ、何の音だ、くそ、何が起きたんだ、どうしたんだ、見えねえ、なんだこの作業、何事だ、何をやってるか、何をやってるか、 あいつは冴島、これはどういうことだ、冴島、お前どうやって棒から出たんだ。 こんなことしてどうなるか分かってんだろうな、おい。おお、おい、俺も出してくれ。お前には懲罰房も生ぬるい、今すぐここでぶっ殺してやる。文句はねえよな。いいな、手加減はなしだ。 奴を絶対この部屋から出すな。やれ。やるんか。
先行け。どうした？なんで俺を先に？元々この脱獄はあんたが計画したもんや。それからあんたが先に行かんとあかん。あんたが生き残らんかったら俺にとってこの計画はパーや。何言ってんだお前。俺はもう何も失敗しとうない。 絶対に後悔しとうないんや。それにあんたは嫌なやつかもしれん。せやけど俺を裏切らんかった。俺はそれだけで十分や。お前やっぱりまだ25年前のこと。ええから早せ。刑務官が来てまうぞ。 佐島！
Sajima, hakushu wa! Sajima, nani shiten da? Hayaku! Anta, saki iki. Aha? Nani yitten da? Ore wa aitsura wo ashidome shitoku. Anta wa saki ni umi ni tobikonde, nigero e. Sajima. Hayo se! なんで? なんかよ 後味悪いじゃねえか あのまま行ったんじゃ それによ お前が二人目だったんだ あ? 俺のこと 信じてくれたのがよ。 今度はお前の番だ。 ここまで来れば大丈夫だ。あとは溺れ死ぬ前に陸地に上がれるかどうかが問題だ。
お前には時間がない。先に行け。せやけど俺は。お前は死刑囚だ。脱獄者ら真っ先に殺に追われるのはお前だ。あんた、それに俺には切り札がある。さっき署長室で探してた奴のことか。ああ、これさえありゃ俺はまだ這い上がれる。さあ行け。ほなな、兄弟。兄弟。ああ、形はどうあれ俺とあんたは同じ罪を犯した仲間、兄弟や。佐江島。佐江島、こっから無事出てやるべきことがあったら二人で組んでやり直そうぜ。俺とお前が組みゃ最強だ。東上界、いや日本の頂点だって夢じゃねえな。どうだ、いい話だろ。浜崎、だからお前はこっから浜崎、逃がさねえぞこの野郎。浜崎、さあ佐江島、キリュウだ。こっから出たらキリュウって男のとこへ行け。何やと、何言うとるんじゃ。おい、そいつは沖縄にいる。その男を頼れ。キリュウだぞ。いいな。浜崎、おい。何すんだ、離せよ。おい、やめろ。おい、やめろ。浜崎、くそ。マメ、ちゃんと言うこと聞かないとダメだよ。ちょっとマメ、どうしたの。いつもはおとなしいのに。マメ、マメってば。
こしてごめんね。ゆっくり休んでて。じゃあ私はおじさんに連絡してくるね。ちょっと。おじさん。どうしたんだ、ハルカ。おじさん、おかえり。ああ、もう大丈夫なのか。うん、大丈夫みたいだよ。うん。あ、そうだ、私ちょっと町のスーパーまで行ってくるね。晩ご飯の用意しなくちゃ。ん？ああ。それじゃあ、行ってくるね。そうだな。断る。なんで？あんたがどんな経緯で無所に入ったのかは知らない。だが俺に復讐の手伝いはできない。俺は今まで何度も復讐に巻き込まれてきた。
だが憎しみや恨みって感情だけで復讐を果たしても後に待っているのは悲しい結末だけだ。あんたがどうしても復讐をするっていうならその訳を教えてくれ。事情もわからないのに手助けはできない。教えられへん言うたら俺はあんたをここで止める。答えはノーか。すまんな、俺はこの目で全てを確かめたいんじゃ。それまでは誰も信用できへん。なるほどな。どうやらあんたは俺と同じ匂いの男のようやな。俺の兄弟にもよう似とる。俺もあんたと似てる男を知ってる。安心したわ。あんた相手なら間違えて殺す心配はないようや。ああ、こっちもあんたがどこまで本気なのか確かめさせてもらうぜ。行くで。キリュー来い。あんたもな、すごすぎるくらいだぜ。何してんの、おじさん！ねえ、何してんの、やめて、二人とも！
はるか。浜崎に顔向けできん。浜崎。くそ、体が持たん。おじさん、この人。そうだ、はるか。ん？玄関先に置いてあるバッグ、その男の荷物らしい。え？そんなのあったの？さっき海辺で見つけたんだ。もしそいつが目覚めたら渡しておいてくれ。わかった。それじゃ。俺はずっとここで寝てたんか。うん、もう大丈夫なの、鈴木さん。ん？鈴木？ああ、キリュウハンは？ああ、おじさん？おじさんなら買い出しに行ったよ。なんか鈴木さんに栄養のあるもの食べさせなきゃって。そうか。あ、そうだ。よいしょ。はあ、重かった。はい、これ。鈴木さんのなんでしょ？おじさんが起きたら渡せって言ってた。なんか海辺でおじさんが見つけたんだって。鈴木さんのものだから渡せって。どうしたの、鈴木さん。大丈夫？ああ、大丈夫や。鈴木さん？お嬢ちゃん。いや、はるかちゃんが。ほんま、いろいろありがとうな。え？おじさんは今すぐ出かけなあかんねん。はるかちゃんともこれでお別れ。でも今3時過ぎだよ。おじさんには時間がないね。
でもさ、鈴木さん怪我してるんだし、もっとゆっくりしていた方が。ほなな、はるかちゃん。鈴木さん。鈴木さんちゃうね。俺は冴島や。冴島大河。え、冴島さん。そや、桐生さんにも言うといてくれ。俺は冴島やったで。あ、うん。絶対にこの恩は忘れへん。またいつか必ず会おう。そう伝えといてくれ。わかった。ほらな。あ、おじさん。ただいま。おじさん、鈴木さん、あ、違う、冴島さん帰っちゃったよ。そうか。そうかって、いいの？まだ怪我治ってなかったみたいだけど。ま、大丈夫だろう。大丈夫って、まあ。あ、おじさん、そういえば買い出しは？ああ、やっぱりこの時間じゃ店開いてなかった。大人たちの考えてることはわかんないよ。